もう撮られて、はい、こんにちはこんにちは、おはようございますですね、今日は日本百名山の一つの、那須岳ということで、はい、はい、お邪魔してます。那須岳は茶臼岳と茶臼岳と朝日岳と朝日ヶ岳と朝日ヶ岳と三本槍ヶ岳、三本槍ヶ岳の3つの山で構成されている、はい、あれですね、そうですね、まあ、幸い天気にも、恵まれてるんで、絶景が見れるかなということなんで、お楽しみ、はい、登山口だね、旅に出ます、探さないでくださいだな、あれこれダメだね、探さないでください、いや、ずらっとここ今まで来て登山道がこうずーっと見えるのも初めてが、なんかすごい遠く感じるな、こうやって見えっと、バンダイさんの時は山を駆け巡って山を抜けたら頂上だったけど、こうやって見えるっつうのもすごいあるような気がするな、やっぱ七時の時点だとほとんど登る人ばっかだね、下る人はまだいない、ここ分岐点かな、おお、これもこれでなんか空気が違う感じですね、ではねえの、蒸気すげえ、蒸気だけでこんな音すんの、この辺の岩あったけのかな、そうでもねえな、はい、牛が首に到着しました、なぜか登山者誰もいませんなぜでしょう、だからかな、今回ってんだね、牛が首、山頂分岐、おお、ちゃんと階段だ、那須岳1718m、よし、写真、まあ、まだ200あんだ、あっちが山頂、よし、よし、
通過。那須岳山頂。じゃあね。1915m。一つ目の山、茶白岳の、山頂に来ました。標高1915m。鳥居があるんで、鳥居っていうかね、神社があるんで、願い事をしてみたいと思います。これからお願い事をしたいと思います。ですね、逃げ。魚が釣れますように。あ、そうだ、一瞬方向感覚おかしいです。あっちだな、次の目標。これでいいんだ。でも景色いいな。撮りたいな。でもここってこう楽しみながら歩けんね。あの山の中の林道みたいなじゃねえか。常になんか景色いい中を歩いてるって感じ。いやいやいや、よろしかったらどうぞ。あ、いいっすよ、そんな急がないんで。ファイト一発ってなりそうだな、これ。ファイト。ここで地震だけは嫌だな。地震起きたら嫌だな、これ。こういうとこは。来ました、朝日岳。朝日岳1896m。ただもう一つ、あっちにまだ山が控えてますね。こうやってね、天気に恵まれて来れるとはなかなかないと思うので。
りあえず山頂は、はい、虫がすごいと、はい、いうことですね。なぜか虫が大量発生して、この景色は絶好だ。そろかな。電源が切れてしまいました。あ、さっき登る途中で1000カロリーくらいのところで。あ、計測不能になってしまいました。4本だけで高いやつ。食べての道のりか。やばい、登りきついな。同じ山くらいの音。あとはこれから恐怖の崖下りが待ってんな。角があって鬼見じゃない岩だ。なんか変な感じの。あの道をずーっと来たんだから。すごいよ。とうとう見えてきました。
時帰ってきました。さてこれまで何キロ歩いたかな。距離 14.5 キロですね。 14.5、約15キロのコース、かなりハードでした。消費カロリーの方は3つ目の山のところでちょうど線で切れたんで、それ以降はちょっとわからないんですけども、まあ1500くらいは消費してそうなコースでした。はあ、戻ってきた。はあ、まで行ったね。どうだったよ、初登頂は。はい、初登頂は。いやー、きついですね、この山は。でも、なかなか見れない景色があったんで、はい、ったでね、ああ登った甲斐はあったと思います。よし、あとは安全に帰るまでが登山なんで、はい、気をつけて帰りたいと思います。